で、赤いやつの2番目の親分はここです。で、次、黄色いやつのずらーっといった親分はここにいますっていうふうに、どこから信号が出とるんかいうのが分かってないと親分が上がってないことになるので、親分が上がってない限り音出ないんで、その回路に対しては。このマイク1本に対して LR から音が出るの当然じゃん。 AUX の、あ、じゃあ FX の1、2モニターの1、2 AUX の1、2に信号が出すことができる。しかもバランスをとって FX の1にはたくさん、 FX の2には少なくとかいうふうなことができるわけ。わかりますか。で、ちなみにモニタースピーカーはどこからつながっとん？ D の1アンプ上がってないじゃん。よいしょ。今このスピーカーから音が出る。これモニタースピーカーとして今ここにおるわけね。で、よいしょ。例えばここにこんなにいらんよって言ったら、ここ下げりゃいい。ちっちゃくなるし、ちっちゃくなるし。今表も出よる。表も聞きたいし声も聞きたい。これぐらいかな。表消すとこうなる。消えました。でも表もありつつモニターも聞こえるっていう、そういうようなバランスが取れるし、隣のマイクはもっと欲しいって言ったら、隣のマイクの黄色いつもりももっと上げればいい。いうふうにバランスが取れるわけ。モニター回路ようなモニターさん、ミュージシャンが何々くださいって言ったら、ここの黄色いつまみのレベルを変えよるっていうことになる。わかりますか。で、実は、プリフェーダー、ポストフェーダーいう言葉があるんですよ。で、プリっていうのは英語の接頭語で前じゃないですか。でポスト言ったら後ろじゃないですか。でプリフェーダーっていうのは、フェーダーっていうのはこれです。このスライドボリューム、これより前から信号取り出す。これより前ということは、これにこのフェーダーに依存せずに音が出る。でこれを下げてもモニタースピーカーからは出よる。わかります。ここのつまみだけで音量が変わる。このフェーダーに依存してないから。これがプリフェーダー。わかりますか？これを、この AUX 回路言うんだけは、プリポストの切り替えができるんです。ここに、親子の横に、プリポストっていう切り替えスイッチが出る。今、プリなのよ。プリなので、今、フェーダーが下がっとっても音が出よるけど、ポストにすると出んようになるよ。ポストにするよ。出んでしょ。出んのんだけど、フェーダーを上げたらこんなに出す。これを経由した後で出よる信号が。上げるよ、上げるよ、上げるよ、上げるよ。出だしたらわかります？モニタースピーカー。わかりましたか？ポストフェーダーはフェーダーを通った後に信号を取り出す。プリフェーダーは信号がフェーダーを通る前に出す。なんでそんなことせんにゃいけんのやと、お思いになるでしょうが、一バンドであれば、僕は全部プリでモニターをします。なぜか。リハの時に作ったバランスを変えたくないから。表でもうちょっと歌が欲しいとかいう時に、プリフェーダーのままであれば、表のフェーダーいじってもモニター状況は変わらないわけ。これがポストフェーダーじゃったら、表上げたらボーカルだけ上がってくるわけよ。わかりますね。
で特に、歌に関して言えば僕はもうほとんどプリで返します。本番になってどうしてもいじることが多いので、中は自分たちの声がそのまま帰る状況だけリハと同じ状況で帰るっていう状況にしておいて、でビビって声が出ん時によ一生懸命表を上げてモニターもしながらよるよ、ハウリ出すのよモニターから。なのででも表はギリギリまで上げたい、でもモニターはリハと状況変わってないで上がりよらんわけ。ポアプリにしとったらポストにしとったら一緒に上がりよるからハウリング起きやすくなる。わかりますね。ただしポストじゃないいけないモニターの時もあります。どういう時かというとカラオケ大会とか